ジェームズ・アラン・バウトンは、アメリカメジャーリーグの元投手で、引退後にスポーツキャスター。ニュージャージー州ニューアーク出身。右投げ右打ち。現役時代のニックネームは、ブルドッグ。1962年にニューヨーク・ヤンキースで、メジャーデビューしヤンキースのリーグ優勝に貢献。その後シアトル・パイロッツ、ヒューストン・アストロズと渡り歩きアストロズで現役を引退した。 1971年にボールフォーを出版。自らの体験をもとに大リーガーたちの生態を描いた。この本は大きな反響を呼び、ベストセラーを記録。バウッドンはスポーツキャスターとして活躍する。一方大リーガーたちの生態が赤裸々に描かれたことから他の出版社も大リーガーたちの私生活を探ろうとしたため、球団側もマスコミとの距離を置くようになる。 本書の出版はメジャーリーグにおいて選手とマスコミの関係を大きく変えるきっかけになったとも指摘される。引退後のバウトンはテレビのスポーツキャスターに転身。また映画俳優としてロバート・アルトマン監督のロンググッドバイにも出演するなど成功を収める。一方で現役への未練も密かに立ちがたかった。大リーグへの現役復帰を目指して 1975年にマイナーリーグのポートランドマーベリクスと選手契約を結び現役復帰。そして1977年にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び本格的に大リーグ復帰を目指す。しかしバウトオンは結果を残せずホワイトソックスではメジャー昇格はならなかった。しかし1978年アトランタブレーブスが バウトンと契約を結び、そして1978年9月に大リーグに昇格。自身8年ぶりに大リーグ復帰を果たした。この年は5試合に登板し、1勝を挙げた。近年は19世紀に行われていた素朴なヴィンテージベースボールの復活活動に力を注ぎ、ヴィンテージベースボール連盟の理事長を務めている。ありがとうございます。